ビルマ語は、シナチベット語族のチベットビルマ語派ビルマロロ語群に、属し、ミャンマー連邦共和国の公用語である。ミャンマー連邦の総人口は、約4913万人であるが、ビルマ族のみならず同国内に135いるとされる、諸民族の共通語ともなっている。他に、バングラデシュマレーシア隊などにも和社がいる。なお現在のところ、日本の公共育においては、 東京外国語大学及び大阪大学外国語学部で専攻語として開講されているのみで専門的な学習の機会や場は多くない。ミャンマー語と呼ばれることもある。表記にはビルマ文字が用いられるが文字と実際の発音には様々な隔たりが見られる。日本語におけるミャンマー語とビルマ語は同一の意味を持つ。本項目では説明がない限り、 ビルマ語として、名称を統一するものとする。中華人民共和国南西部ではビルマ語と禁煙の常語が話されているが、ビルマ語の祖語にあたる言語はそこから南下して、紀元後9世紀までの間に、現在のミャンマーの地にもたらされたと考えられる。そしてその言語がその地に暮らしていた、文族の言語であるモンゴやパーリン語の仏典と接触した結果、チベットビルマ諸語の土台に、 文句メール書後の起草や表記体系に加えてパーリゴ仏典のイデオロギー的な上部構造を兼ね備えた言語が生まれた。表記体系に関しては文族が使っていた文字が11世紀後半頃にビルマ語に使われるようになった。12世紀前後には仏教徒の苦毒を記録した碑文が多数現れるようになる。この時代に書かれたビルマ語をコビルマ語と呼ぶ。 コビルマ語の資料の中で年代のはっきりしている記録として最も古いものが、ミャゼーディーヒブンのビルマ語である。これは四面体の石中に、同一の内容が、モンゴ、パーリ語、ピューゴ、そしてビルマ語の四つの言語で刻まれているもので、ビルマのロゼッタストーンとも呼ばれる。問題の地域の宮廷では、書き言葉としてモンゴが用いられていたが、 12世紀までにビルマ語が変わってその地位を得ることとなった。この小ビルマ語から15世紀から16世紀にその骨格が成立したと考えられるビルマ文語を経て現代ビルマ語に至ったとされる。ビルマ文字の使用例シーンを表す基本字母の周囲に母音記号と成長が組み合わされ文字を形成する。文字は全体的に丸っこい形が 特徴的である。苦闘点には、とを用いる、特有のビルマ数字を持つ。ビルマ語の発音は日本語を通して見る取り返しがたいものが多く、音便による発音の変化や、語末の即音などの他戦術のような動音維持の存在のために、文字だけを見て、容易に発音を知ることはできない。以下、必要に応じて、国際音声記号を、や、書きで併記する。 また表記のラテン文字転写には様々な方法があるが、ここでは極力 LALC 本字法を用いることとする。母音は主に8種類あり、それぞれに3種類の成長の区別がある。他に微母音や末尾に正門閉鎖音がつく母音などがあるが、言い換えればビルマ語において、平音説と呼べるのものは微母音で終わるものと、正門閉鎖音で終わるものの2種類しかないということで、ある。 以下の本字は、第一成長、第二成長、第三成長の順であり、ビルマ文字表記は、他の真字につく場合の形のものを三つずつ示した。後に、A を、スカラダとしたものを三つずつの順である。アン、イン、エーンなど、母音の末尾が微音化するもの。綴りの上では、バッシオン MN が残っているが、現在ビルマ語では、その区別が消失してすべて微音化している。 また、ビルマ語の二重母音は単独では存在しない。日本語の、アイなどといった発音はビボインを補って発音される。ビボインは、イン、アウン、アイン、アン、エーン、オーン、アンが挙げられる。ビボインで終わる音説というものはそれ自体はあくまでも開け音説であるが、次に別のシーンで始まる音説が続く場合はビシーンが実現して平音説となり、 母音の微音性は失われる。驚いたとき、あ、といったときなどに喉をぐっと閉めた感じの音である。日本語の小さいに近いが、日本語の場合、あ、を除けば、次のシーンの形で止まるので厳密には異なる。綴りの上では、PTKC といったバッシュ音が残っているが一部の外来語を除き、声音閉鎖音に変化している。 綴りでは一部の子音記号に、アタッと呼ばれる補助記号を付けることで表す。子音に、綴りの上で、K の場合直前の母音 A は、となって、と発音し、C の場合直前の母音 A は、となって、と発音される。また、綴りの上でとなることに、文字学習の際は注意されたい。頭子音は全部で34個ある。日本語の、キャ行にあたる発音は存在しない。 転写すると、キーとなるや、LALC 本字法で転写すると、キーとなるは、茶行の発音となる。また、転写で、KR となる、も、茶行音、いはや、ロの組み合わせは、車行音、G や、グレーンは、座行音となる。なおこのようなビルマ語の綴りと実際の発音との、乖離のために、逆に、ビルマ語話者は日本語の、東京、 当庁のように発音してしまう傾向がある。また、場合によっては、無性ーンを表す字が優勢化することもある。ビルマ語は、成長言語であり、音節の音の工程によって意味が区別される。ビルマ語の成長は、下降調、低表情、高表情の三つがある。なお以上のような成長の区別が存在するのは開け、音節や、ビヨン周りの音節の場合の話であり。 正門閉鎖音で終わる平音節の場合は、成長は中立となる。正門閉鎖音終わりの平音節に関しては成長を高く発音しようが低く発音しようが、あるいはきしみ成長で発音しようが構わないが、大抵の場合は短い音となる。の、という名詞句を作るには、以下の二通りの方法がある。所有者を表す名詞の成長を加工調に変化させる。女子、J、 家を、所有者を表す名詞に構築する。ただしは省略することが可能である。また一、のパターンでも、t、ま、私のように元から加工調で終わる語の場合は、結果的に発音が変化しないということになる。名詞文は、は、であるという内容のものである。否定文否定文は、動詞要素を、ままイメートル、まとぶ bp、ぶぷという二つの否定字で挟んで作ればよい。 疑問文、はいか、いいえで答えられる。疑問文であれば、文末にラ、ラ、ラー、何や、誰という疑問詞を用いる。疑問文であれば、文末に、ライ、エル、例を置いて作ればよい。疑問詞には、以下のようなものが存在する。名詞文に対し、動詞文は、は、からするという内容のものであるが、ビルマ語では、動詞自体が、時制によって変化することはない。動詞の後ろに、 専用の助詞を付加して、時勢を表す。ビルマゴの時勢は、日未来と未来の二項対立であり、このうち、日未来は現在と過去の両方を兼ねている。日未来の助詞は、テイ、ディティ、デーテイ、未来の助詞は、メイマイメートル、メイである。この文は、今行くところであるという意味にも、すでに行ったという意味にもどちらにも解釈できる。はっきり、言ったと言いたい場合には、 動作が完全に終了したことを表す、助動詞解形、形形を用いればよい。否定文否定文は、動詞要素を、とという二つの否定字で挟んで作ればよい。ただし、名詞と動詞を組み合わせて作られた動詞を否定する場合は、語源的に動詞であった要素のみを二つの否定字で、挟む。以下の例では、CIT、PAR、セホ、p ア 興味があるという動詞が否定されているが、これは、せほ、心、ピーや、持ち合わせるからなるものである。疑問文、はいか、いいえで答えられる、疑問文であれば、文末にら、ら、ら、何や、誰という疑問詞を用いる、疑問文であれば、文末に、らい、える、例を置いて作ればよい。はい、いいえ疑問文の例、疑問詞を用いる、疑問文の例、動詞くなお。 時生の助詞はすべて低平調であるがこれを加工調に変えると名詞を修飾する動詞句を作ることが可能となる。助動詞ビルマ語には動詞の後ろにつけて様々な意味合いを出す助動詞が何種類も存在する。中には、ルイック、LA、ライヤカイ、K、ゲー系のように意味記述が難しいとされるものも存在する。可能の助動詞可能、つまり日本語ではできる られる、などと訳せる助動詞は、ja, や da,ta, だった、n は、9の3種類が存在する。まずは本動詞としては、l の意味を持ち、動詞の後に従属節化の類、ロ、ロを置いたさらにその後ろに現れ、英語のキャンやメイと同様に一般的な可能性、何かをするにあたって障害がないという意味合いがある。次に、2は、 主語の先天的あるいは後天的な技能を表す意味合いがあり、語を話せるという文もこの助動詞を用いて表現される。そして和本動詞としては、勝ち取るの意味を持つが、精神的、物理的に何かを行うことが可能であるという意味合いを持ち、その瞬間に何ができるかということが重要であるというのがとは異なる点である。ただしは一般的、 家庭的な可能性の意味を表すために使われる場合もあり、この場合は動詞の構文の場合と意味がかぶる。これらの助動詞を同じ主語、同じ本動詞と共に用いた文には以下のようなニュアンスの差が出てくる。名詞や動詞と異なり、ビルマ語において形容詞や副詞は品詞としてはっきり定まっているものではない。形容詞ビルマ語の形容詞は 文中での働きが動詞とさほど変わらず、実質的には状態動詞の一部に過ぎないが、ミャンマーの学者には形容詞にあたる呼び方をする傾向が見られる。状態動詞は英語等西洋の言語の形容詞に対応するが、名詞の後ろで限定の機能を果たす場合に重複させることが可能である。また動詞に、セットを GA、A をつけて名詞化され、名詞に放置されたものを、 ポストナミネルモディファイヤと名詞の前に置かれて就職する別の名詞をプリーナマネルモディファイヤと呼び、これらをノミナルトリビューティブスという節で扱う文法書も存在する。福祉福祉は統合的また形態的に様々な可能性を示し、名詞のようにも動詞のようにも振る舞う。多くの場合、動詞が福祉の役割を果たす。ジェニーサン3人ズンは 副詞の話をする場合、統合的に統一された統合カテゴリではなく、むしろ意味論に基づいたカテゴリであることに留意されたい、と述べている。例えば動詞の前に置かれてその動詞の就職を行う状態動詞は、副詞的な機能を果たしていると見ることができる。ビルマ語の挨拶表現としては一応マングラパー、M、L、A、B、や w i ンガラバ a というものが存在し、 これは1日のうちどの時間帯においても使用することが可能である。つまり、おはよう、こんにちは、こんばんはのすべてがこの表現となる。しかし、この表現は1962年のネウィン軍事、政権成立以降からビルマ化政策の一環として、新たに学校教育で使われ始めたものであり、学校では定着したものの、ビルマ人同士の日常生活においてはほとんど、 使用されない。ビルマージン同士では時間帯を問わず、ザ・マン、コプリプリーラ、t、メートル NSPB、ラ、タミサピーサ PB ラー、ご飯は食べ終わりましたかネカンテイの、NKNDN ネカウンデの、お元気ですよね、ビースバマリュ以来、ビートン W、メートルロエルベートアーマローレーどこに行くところですかなどを挨拶にあたる表現として、 用いている。アフリカパドクの材から作られた、盆栽台ピンカードの葉と実植物、服植、他にビルマ語と、系統的に近い言語としては、タイや中華人民共和国の産地で話される赤語、ラフ語、リス語などが挙げられる。文語の場合は他に、いい、いという助詞も用いられる。ナオコのタイプの文は、公語では、人種を省いても、十分に通用する。また、 相手が、目上の人間である場合は、の代わりにフラッグパーティー、PJ、PRD、ピッパーデで、でありますをつけることもある。さらに語尾に男性であれば、カンビアー、KMJ、カミアー、女性であれば、ラン、シンを付け足して、親しさを表すことも可能である。ジェニーサン三サ人ンンツンを参照。ちなみにこの構文の場合のは、本動詞が、黒、T、チャー、 聞くや、mj、min、tw、tue、見るといった、企画同士である場合は通例省略され、また砕けた口語でも抜け落ちる場合がある。日本語、英語、英語、日本語。ありがとうございます。